みんなガーッとね、あら、おぼさん、おぼさんでしょ、おじけづいたな、あずしいやいやいや、勘弁してくださいよもしあれだったら、こっちでもいいよ。あ、で、あっち、あの、太さ、あ、太さあるよ、こっちにも、うん、いや、これ使ったやつがあるから、あ、うん、そんなこと言われたら中村敦志くんです。皆様、ユーストリーム全世界配信しております。今もう世界で流行っておりますユーストリームというものでですね、私も何のこっちゃわからないんですけども、小林信君が、はい、フライヤー、あの黒いやつが噛んじゃってて下へ下がらないです、ハプニングが中村敦志くんです。もう今大丈夫、ユーストリーム今やって大丈夫、やってないから、うん、全然大丈夫。椅子は大切。え、椅子は大切ですよ。そうですよね。どうされたんでしょう。あの黒い鳥が噛んじゃって、はい、噛んじゃってて、はい、もうなんかこういう時に五宝さんはなんか威力を発揮しそうな、ペダル作るぐらいですから、椅子も今度作ってもらいましょう。五宝椅子、五宝椅子をね、どうですか。大丈夫、もう今もう、じゃあ これ入れとこうか、これそうですね、ぶっちゃけ予備金融ですね。まあこんな感じで楽しくグルーヴやりましょう。めちゃくちゃ緊張してる。いやもうなんでプロとしてやられてる方が何を言ってるんですか。人前でやってるじゃないですか。こう挟まれてね、この目に見えないこの威圧感といいますか、なんか、いやもう本当、じゃああのあっちゃんの敦志の好きなビートに俺らがついていきます。ありがとうございます。
しい。なだれ込みフレーズが良かったな。シトシトバーンって、ね、はい、じゃあ大ちゃんにとこうか。並べ大君、茨城県石岡出身。もういきなりみんなもうやらせるからね。もう好きに叩いてね。好きにでいいですよ。やっぱりドラムってさ、やっぱりパッとせな座って叩けないよね、うん、なんか自分のセッティングがあるでしょ。椅子の高さなり、うん、スネアの高さなり。だって人の楽器って非常にセッティングやりにくいね。つい俺なんかあ、ミッドダウンがあると、うん、忘れるもん叩くもん。じゃあさ、ハンディでさ入れ替わろうよ。おいおいおい、いくやろ太鼓の音全然違うんだよな。めっちゃやりにくいから、めっちゃやりにくいからって。
これもセッティングのこの位置が違うから。
そう行くの置いていかないでみたいな逆ですよね。こっちの方がどっしりしてるとやっぱりね、やっぱりこう3人でやるってことないでしょ、初めてですよね。どんな感じですか？楽しかったですか？ありがとうございます。しんすけ、しんすけ、しんすけ、ミーターズ好きのしんすけ、彼はミーターズというバンドが大好きでね、渋いですよ、ビートがもうね、本当もう五毛さん的なものを持ってる感があるんですよね。こういうね、ドラムセット3台っていう、まあ、絵面そのものも珍しいと思いますしね。しんすけ高いんだっけ椅子？え？下にね、黒いの落としとかないとね。しんすけは高い方だったね、椅子がね。面白いね、みんなね、いろいろ高いだの低いだのね。椅子は結構みんな違いますよね。そっか、そういえば思い出した、レッスンしてる時座ってやるとめっちゃやりにくかったすげえ高い椅子だよこれ。お前しんすけ、お前ギャグでやってるのかユースト配信で。ここだもんね。うん、無理無理無理よ。へえ、面白い。うちのさ、うん、風呂行ってたんですよ。風呂、スーパー銭湯好きですね。うん、大好きなんですよ。で、風呂行ってその時に、はい、この脇にシャンプーがあったの。はいはい。で、それを取ろうと思って、はい、ふって振り向いたら、うん、ピキッときて、あら、やばいですね。やばと思ってすぐ持っていこうって、なお全然平気だったけど、気をつけない、危うく、あちょっとぎっくりになりかけな、うん。でもこれってさ、椅子が高いだの低いだのって言うけど、これはまだいいんですけど、たまにあの左利きの人いるんですよ。全部これやり直さないと時間かかってしまうね。たまにセッションでね、左利きの人来るのよ。なんか立ってるみたいに近いよね。お前なんか巨人に見えてきた。お前上から見下ろしやがって。見下ろしたね。はい、どうぞ。
面白いね。飯島新助。彼は失業中に結婚してお金ないからレッスンをやめ、そして今やっと普通の人に戻りました。あとこちらどうですか。はい、どうぞ。松岡くん、石橋が来てね、彼にいるともう安くなりますから、ツインドラムクリニックコンサイスを見たといえば石橋が来ては、ね、何店で、何店で、お茶の水ですか。お茶の水です。お茶の水店で、はい、ごぼうを知ってるか。もう今また下げるのにもとやすごいよね。なんかパワーありそうだね。ここなんだ。ここでしょ。でしたらないけど、たまにここでセッション。あ、そうなんだ。大丈夫ですかね。皆さんお時間の方大丈夫ですよね。まだいいよね。ダメな人は手を挙げてくださいね。
はい、あ、ラスト、いいよね。じゃあ、スティックを借りてもいいですか。はい、どうぞ。じゃあこれラストということで、みんなそれぞれ違うからね、面白い。
あ、こんな感じでですね、はい、あとですね、今日のアンケートも書いていただければ嬉しいかと思います。それでじゃあもう今日アンケートは書いてもらうということでですね、あ、ペンがもし、ペンがない方はこれ全部ペンが書けないペンも中にはあったような、書けなかったら言ってください。はい、どうぞ。じゃんけんとか、あと数分後にみんなでこの折れない折れないスティック、フォーエバースティックと僕は今名付けました。またやっていきますので、どうもありがとうございます。 BGM に僕マーチングやってますんで。スーパー銭湯好きな王さんとしてはシャンプー、ゴボさん、石鹸取って石鹸こんな感じだよね。でかい風呂ですね。でかい風呂、スーパー銭湯。バックスティック、こんなこと絶対やりません僕は。スティックをこう回したりね。いやいや、これ絶対本番でこの前もやったら、調子こいてやったら落としまして、カランカランコロンコロンみたいな。なんですよ、結構どうしたのは、あの、学校の教えてた時に、ルーズメントの総集編として、やっぱりこの、それとは違う曲なんですけど、マーチングの曲をやった時に、5人ぐらい並んで、学園祭で、はい、みんなで詰め合いっこでやったんですよ。一人がめちゃくちゃいいやつがいて、スティック回したんですよ。そしたらどっか飛ばしやがるんで、みんなで後で蹴りが入りました。小林信君の、ロブヨシコム、ロブヨシドットコム、ドットはいらん。ロブヨシコムの制作によるDVD が、ただこれも買い得だと思いますか。はい、ありがとうございます。40個、2時間半にわたって集約されております。まあ、イノエンドと JP からなんですけども、ね、でそのうち僕、あの、ゴボーさんと2人でのその DVD を作ろうという話がありますので、皆様応援していただければありがたいかと思います。ありがとうございます。こういうね、やっぱり機会というかなかなかないですので、本当に2人でやるっていうのは楽しいですね。楽しいですね。いろいろ刺激になって、はい、負けてなるもん。そう、グルーヴを盗んでやる。グルーヴは盗んでも、俺もどっちかってペダル盗みたいんだよね。ペダルの技じゃなくて、ペダルそのものを盗みたい。1号機あんまり喋りないでくださいっていう雰囲気ちゃんと書いてるんだ。
笑かすなと。カウント言いながらっていうのが難しいですね。こんな時間になってまいりましたね。11時過ぎましたけども、皆さん、あら、もう吉川さんはどう？帰れるの？なんとか。なんとか。大丈夫？どこ違うとこどっか行こうとしてない、この辺で北千住あたりで。ちょっと。もう。こととい橋の子になる。こととい橋？向こう島は何しに行くんですか？そんな町なの向こう島って。うん。いや。あの料亭とかありますけど。本当に？まあまあそんなんでですね、どうでしょう。で、じゃあちょっと先にじゃんけん大会しますよ。じゃんけん大会。ごぼうさんとじゃんけんして愛子ダメです。勝った人だけ行きます。このごぼうスティック折れない。います。はい。じゃあ最初はグー。最初はグー。行きます。最初はグー。じゃんけん、ぽい。グーの人だけ。お、グーの人だけ。じゃあもう一回いくか。最初はグー。じゃんけん、ぽい。パーの人。お、一人。のぞむくん、北村のぞむくんにスティックがごぼうさんからプレゼントされます。はい。ありがとうございました。そしてドラムとか、あ、ドラムで叩かない方がいいと思うよ。あの練習台とか練習場に。ありがとうございます。以上で終わりたいと思います。また次回よろしくお願いします。俺はしないけど結構厳しくとか逆になります。